ばんは。こんばんは。ジュニアか。お疲れ様です。お疲れ様。こんばんは。おめでとう。ありがとうございます。今日はありがとうございます。うん。おお、こんばんは。おめでとうございます。あれ、久しぶりだね。うん。子供どうしてるやん。こんなもん失ったんだ。うん、そうそう、カレー君がカレー、うん、はい、いただきます。カレー食べて、食べて、いただきます。よいしょ、やってたんだ。何を刺身。昨日までだから。ちょっとでもあった。だってこの何十年も俺が大晦日にいないってなかったっぺよ。なかった。いつも29だっぺよ。なかなかね。20か30だね。20かな。うん、あれしよ。30だもん。これミツキ。ミツキ。何年生だったの？5年生。ミツキ5年生。うん、ああ。食べろ。はいよ。すみません。あと醤油だか。はいよ。うん。お父さんに、ね、びっくりだね。あの異様だね。あれ、ありがとうございます。そうそうそう。異様だからだと思いますけど。行きましょうぜ。うん。よ。これご飯。うん。ご飯になってます。うん。うん、うまそう。うん、醤油、醤油、あれ醤油使っちゃう、醤油、はい、うん、親子で、ここ醤油、これどうぞ。ありがとう。友に帰った？帰った。子供ら帰ってこない。そうそう、みんな帰ってきてます。どうぞ。食えよ、これ。食いつけるな。インドシネでやる。わさび食えんの？そう、おかしい。俺、安田りがするのはちっちゃいうち、あれ。小学校1年生ぐらいから、うん、やっとるわ。わさびがなくて食べないなら、島っこせずね、珍しい。うまいか。食え食え。いつも余っちゃうんだ。丸子の刺身はほんとうまいな。美味しいですよね。ねなかなかこういうの食べられない。ないですよ。ごちそうさまです。うん。いやいや。最後に、おって。おちゃん、これ。ご飯入れねえで食べ。つまみになっちゃう。うんうん、おつまみカレー、うまいわ、うん、絶品だな。カレー、カレー減量する人がカレーは油だ、毒だっつらんな、毒で噛まないよ。母ちゃんのカレーもうまい、そういうことっす。うまっ、うん、何倍でも毒が来てる。雅山がね、美味しいですけど、本当に美味しい。あ、雅山電話来てたな。うん、これ息子も食えるわ、これ辛がね、うん、何スプーンちゃうね。五年生ではビールは飲んでいいんだっけか。しょっちゅうはダメだ。中学校いくつ？1個1個でいい。あ、もう五年生なの。2個だっぺ、息子も食えるの。5年生でやっぱり小さいかな。そんなもんない。小さかねえな。あ、そう。ちょっと聞いてみちゃったよ、そっちは。真ん中ぐらいってたわけ。スポーツは何やってんだ。何を。やめて。そうかしい。気合いもない。俺と一緒だ。あ、
お茶も飲めてるよ。ウォーキングで歩いてる。さっき歩いてる5キロやつだ。うん、うまっ。カリちゃんは、はい、こんばんは。ありがとうございます。はい、いや一緒に、はい、お疲れ様です。ありがとうございます。このままそっちは後で置いてて。いいよいいよ、後で、このままでが後でまた食うから、ありがとう。うまいわ。熱いか。熱いべ。お前よりこれも美味しいね。熱いか。ありがとうございます。どこも美味しい。どこも美味しい。チョコレートうまいな。これアービーアップよ。どこで食ってんの？16分過ぎました。友はなんかそんなようなこと言ってる。だとなんか、全部バタバタしないです、ね。社長いないんですけど。あ、そうなんだ。あの副支配人もいないっつってた。なんかね、どっかにいるんだ。関西の方に。ありがとうございます。お年玉です。よし。お茶持ってんのか。これ似てるでしょ、小さい時。似てる。おめよりイケメンだよ。よく言ってるよ、父ちゃん。写真同じ顔してたの。安全でいいよ。うん、ね、あんちゃんのかわいい男だよ。後ろ向いたら、ありがとう。よいしょ。下か。下だ。ありがとうございます。サービスしてやったの。うめえ。シェアして食べる。ワクチン5回打ってるから。いいよ、手で噛まないよ。君の手は血だらけになるかもしれないけど。これ、これ見たら食いたくなって、母ちゃんが、伊勢海老。プリプリってむけんだよ、その。わかる？うまい。結構痛いじゃん。痛いじゃん。お前の手は血だらけでいいんだっつうの。うまい。いつも正座すんだ。背伸びなくなっちゃうと背座ばかりしてた。
うわ、そういえば小さい頃正座してくれって言われたんだな。おいしい。香り。いい音だね。ちょっと辛いの平気だもんな。うん、そうだ、わさびで食ってんだが、うん、安田にもそうだったよ。うん、自信寝るパターンだな。うん。5時から乾杯。いい、ありわかいるようだよ。ありわかお前何時でも大丈夫だこれだ。2時からありわくでも。何でも食ってんだぞこれ。興味ねえか。俺も知ってるから。知ってはね。この興味なかったもんな。卵ぐらい。卵。な、あんま興味ねえやつだ。魚好きなんだっぺ。魚、このそうでもねえの。刺身食べるね。刺身、刺身が。うん。どうで食えるよっぽどうまいと思う。じゃあ、こちゃん。よいしょ。もうバラした。まあ、したら、もうやった。うん。整備。ここ、ブリってもると味噌が取れるよ。うん、いや、あれやったら、血だらけで、この辺。うん、これは。うん。スプーン持ってくる。赤身がいいんだ。割っちゃうか。うん。子供って赤身好きだよね。そうや。うん。何が赤身が、鼻当てしてるんだよ。止まんだろ。あった。今日あいつ帰んだよ俺も。あ、今から来るの？実家に顔出すから遅くなるっつってた。実家ってどのぐらいの遠さですかって誰か聞いたら300メートルって。うん。食べたの？実家がマンションとても寂しいよな。うん。じゃあ明日終わったら帰るってこと？そうなの？あ、そうなの。タコ。ありがとうございます。タコ。うん、タコいただきます。冷蔵庫入ってってたもん。はい。俺はタコは食わねえんだよ。もう去年から高知中任決まってから。